3月16日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレンホールネスの多摩川キリスト中央教会の本間と申します。今日は荒野で経験する慰めと救いの恵みというタイトルでサムエル記第1、23章、15節から29節の御言葉を読んでまいりましょう。サムエル記第1、23章、15節から29節。ダビデはサウルが自分の命を狙って戦いに出てきたのを見た。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。サウルの息子ヨナタンはホレシュのダビデのところに行って神によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。父サウルもそうなることを確かに知っているのです。二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュにとどまり、ヨナタンは自分の家に帰った。ジフ人たちはギブアのサウルのところに登って行って言った。ダビデは私たちのところに隠れているのではありませんか。エシモンの南、ハキラの丘のホレシュにある要害に。王よ、今下って行こうとお思いでしたら、下ってきてください。私たちが彼を王の手に引き渡します。サウルは言った。主の祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれたからだ。さあ行って、さらに確かめてくれ。彼が足を運ぶ場所と、誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから。彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて、確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ。その時私はあなた方と一緒に行く。彼がこの地にいるなら、ユダのすべての分断のうちから彼を探し出す。彼らはサウルに先立ってジフへ行った。一方、ダビデとその部下はエシモンの南のアラバにあるマオンの荒野にいた。サウルとその部下はダビデを探しに出て行った。このことがダビデに知らされたので、彼は岩場に下り、マオンの荒野にとどまった。サウルはこれを聞き、マオンの荒野でダビデを追った。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山のもう一方の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃れようとした。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきたとき、一人の使者がサウルのもとに来て、急いで来てください。ペリシテ人がこの国に襲いかかってきました。と言った。サウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人の方に向かった。こういうわけで、この場所は、仕切りの岩山と呼ばれた。ダビデはそこから登っていって、エンゲディの要害に住んだ。昨日の御言葉では、サウルが、ケイラの町からダビデたちが逃れたということで、一旦は追跡することを中断したのですけれども、しかしまた今日の箇所になりまして、サウルはダビデの命を狙って再び出てきました。サウルはダビデに対して非常に強い敵対心を持って追跡をしていましたけれども、側近たちは必ずしもそれに賛成していたわけではないということは、
これまでも伺い知ることができました。そして誰よりもダビデと深い友情で結ばれていたサウルの息子ヨナタンも、ダビデを狙うサウル軍の中にありながら、ダビデのことをとても気遣っていました。16節を読みます。サウルの息子ヨナタンはホレシュのダビデのところに行って、神によってダビデを力づけたと書いてあります。ここで神によってダビデを力づけたという言葉がとても印象に残ります。ヨナタンがこの時こっそりダビデのもとにやってきて、そして僕だけは君の味方だからね、まあそのようなことをですね言われたとしても、それはそれで非常に大きな励ましにはなったと思いますけれども、しかし彼は信仰によってダビデを励ましたのであります。共に神様の時を待ち、恐れずに神様だけにより頼んでいこうと、そのようにダビデを励ましたんですね。そしてまたヨナタンはこのようにも言っています。それは17節ですけれども、恐れることはありません、父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。父サウルもそうなることを確かに知っているのです。本来であればサウル王の後を継いで王になるのはヨナタンでありました。しかし父のサウルが神様に従わなかったために、王権は神様によってダビデに移されようとしているということをヨナタンは認めていました。そして彼自身、神様に従う者としてその神様の計画を受け入れているということをですね、ここでダビデに伝えているのであります。これが神による励ましであったということですね。恐れと不安の中で、しかし神様に従ってなんとかこの危機を乗り越えようとしているそのダビデに向かって、ヨナタンは一緒にその信仰の道を歩もうと、そのように言っているわけです。2月8日からアメリカのケンタッキー州にあるアズベリー大学でリバイバルが起きているということが広く知られています。このことに私自身もとても励まされています。今日のこの3月16日の時点でそれがどのように広がっているのかというのは分かりませんけれども、しかしこれを今撮影している時点でも、すでにアズベリー大学から他の大学に広がっているということが伝えられています。インターネット、YouTube などでその集会の様子を見ることができるんですけれども、いろいろな賛美の歌が歌い続けられている、そういう様子がですね、たくさん動画で見ることができます。その中でですね、 I surrender、 I want to know you more というですね、そういう賛美が何度も何度もこう歌われるんですね。主に向かって、あなたに降伏します、すべてを捧げます、全く従います、もっとあなたのことを知りたいのですと、そのようにですね、繰り返し繰り返し歌われている、そういう映像を見ました。この時代にあって、主に従うことを妨げるような環境、主に従うことを妨げるような文化、人間関係、そのようなものがたくさんある中で、それでも主に従い、主に仕えていこうという思いに多くの人が導かれているということに励まされます。そして私も同じように一緒に歩みたいと、そのような思いが与えられるんですね。ダビデは文字通りの荒野において、でそれは彼自身の人生の荒野でもあるわけですけれども、その中を同じ信仰を持って歩む人がいるということで、彼自身がこの荒野の中で信仰の道を歩み続けるということが大いに励まされたことでありましょう。
しかしその一方、ダビデが今潜伏しているこのジフというですね、その地域の人々はダビデが隠れている場所をサウルに教えて、そしてサウルにダビデを引き渡そうとしているわけです。そのように情報を提供してきたジフの人々に対して、サウルは主の祝福があなた方にあるようにというふうに言うんですね。一見神様の祝福を相手のために祈っているような、そういう言葉でありますけれども、でもサウルはそのすぐ後で、あなた方が私のことを思ってくれたからだというふうに、まあ付け加えているわけです。自分の利益になることをしてくれるならば祝福を祈ってあげるというような態度にも見えます。しかし実際にはこれは神の祝福を祈っているわけではありませんね。神と共に歩もうとしていない人が、神の祝福があるようにというようなことを言っても、それは全く虚しい言葉なのであります。ジフの人々の手引きによってサウルはダビデを捕まえるところまで迫りますけれども、しかし神様はペリシテ人をイスラエルの国に攻め込ませることによって、サウルがまたそこを離れてですね、ダビデの追跡を中断しなければならなくなるように導きました。神様はこの時も神様の方法でダビデを守られたということです。困難な中で神様だけを頼ろうとするダビデに、神様は常に想像もしない方法で助けを与えられています。私たちも想像もしない方法で神様の助けが与えられるということ、そのことを期待して歩んでまいりたいと願います。今日もまたこの3月16日リビングライフの黙想エッセイの文章をちょっと紹介したいと思うんですね。アルベルト・シュバイツァー博士の言葉だそうですけれども、私たちの心の灯火が消える時があります。しかし他の人の助けによって灯火が灯される時があります。その灯火を灯してくれた人に私たちは深く感謝しなければなりません。そのようにですね、私たちの信仰というものを励ましてくれる仲間がいる、本当に感謝です。そして私たちも誰かをですね、本当に励ますことのできるお互いであるとしたらですね、それは本当に感謝なことであります。主に従っていくということは一人一人の決断でありますけれども、しかしそれを励ます仲間がいる、また自分がその仲間になれるということは本当に神様からですね、与えられた豊かな祝福であると思いますね。そのようなことも祈ってまいりたいと思うんですね。私がそのような人になれるように、また私にそのような人が与えられるように、いやもう与えられているのかもしれません、そのことに気づくことができるように、そんなふうにですね祈りながら、ヨナタンとダビデのように私たちも歩んでまいりたいと思います。お祈りを捧げます。今日も共にいて、疲れた私の人生を慰め力を与えてくださり感謝します。避けられない苦難の中でも御言葉の恵みを持って立たせてください。がんじがらめにされても驚くような方法で最終的に私を救ってくださる神様に希望を置いて、ただ祈ることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。